シーテッドトライセップスエクステンションは、ウェイトトレーニングの種目の一つ。上腕三頭筋の長頭を鍛えることができる。シーテッドダンベルトライセップスエクステンションシーテッド、ダンベルトライセップスエクステンションシーテッドワンハンド、ダンベルトライセップスエクステンションシーテッドワンハンド、ダンベルトライセプスエクステンションシーテッドバーベル、トライセップスエクステンションシーテッドバーベルトライセプス、 エクステンション片手にダンベルを持ってベンチに座り反対の手を大体の上に置きその上にダンベルを縦に乗せるダンベルの外側底面を手で押さえたまま足の反動を使ってダンベルを肩の上に乗せ外側底面を押さえている手をダンベルの重りの部分の内側を押さえるように持ち替える最初にダンベルを持っていた肩の手もダンベルの重りの部分の内側を押さえるように持ち替え 頭の後ろにダンベルを構える。息を吐きながら腕を伸ばしていく。息を吸いながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。片手にダンベルを持ち、ベンチに座る。腕を伸ばして頭上に持ち上げ、手のひらが前方を向くようにして構える。息を吸いながら頭の後ろにダンベルが来るように腕を曲げていく。息を吐きながら元の姿勢に戻る。 2から3を繰り返す。両手でオーバーグリップでバーベルを持ち、ベンチに座り、アップライトローの要領で肩の高さまで上げる。肘をバーベルの下に移動させ、ショルダープレスの要領で腕を伸ばして頭上にバーベルを構える。息を吸いながら頭の後ろにバーベルが来るように腕を曲げていく。息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。